ございます。ありがとうございます。はい。ビッグカップル誕生おめでとうございます。知ってます。そう、どの時期に言ってんの。白人一人しかいないし。マジどういうこと。いやでも芸能界のね。うん、いつ言ってんの。いつ発表したと思ってんの。マジで。公開される時もどのタイミングだよ。やって、ね。全部が意味わかんない。台本に書いてあるんですよ。ありがとうございます。出る頃には3ヶ月前の話。ごめんなさい。約はもうこっちのね。こっちの。こっちの撮影事情がありがとうございます。ビッグカップルになれるように頑張ります。はい、はい、まあ、でかみさんのようにね、芸能人同士のビッグカップル、はいはい、たくさんいると思うんですよ、うん、なんか好きな方とかいます？やっぱ本当にガチ憧れはあの藤本美貴さんと庄司さん。あ、今日ちょうどさっきねその話してましたよね。そう、私がその外とか SNS とかであの薩摩川の名前出すとき薩摩川って言ってるんですよ。で本当は薩川なんですけど名字もね、薩摩川って呼んでるのはその完全にミキティさんが庄司って呼んでるのに憧れてやってるあの感じのパワーバランスも憧れる、まあ、絶対ミキティさんがなんか上みたいな感じがさ、いいですよね、まあ、対等なんでしょうけど、うん、なんか見え方としてそう見えてる感じとかがね。確かにそうね、うん、まあうちの会社にも大先輩。そうです、辻さんと太陽さん、あそこはもうラブラブすぎて憧れますけど、なんか自分らはなんかあんなにこう甘いこうなんかハッピーな感じを表に出せないかなとか思うけど、憧れですね、もちろん。まあ、今回は、はい、芸能人同士で結婚されている人の中から、まあ、この人のお相手誰と結婚していたかクイズに挑戦してもらいます。お、え、結構簡単そうじゃない。でも私ね、俳優の名前超疎いんですよ。そうですよね、うん、簡単だと思うんですけど、答えられないとね大変なことになるかなと、まあ、夫婦系の番組とかでね、ほんと共演するかもですもんね、うん、そうですよ、今後こっちが頑張れば5点とかね。第1問です。EXILE の TAKAHIRO さん。あー、え、待って待って、普通に元カノの名前そうになった。TAKAHIRO さんのね、武井恵美さん。正解です。1の1ですね。1の1でした。これはね、ちょっとやっぱモテてきた、普通にモテてきたっていうか、普通にさ職場恋愛じゃないですか、芸能人同士のって。はい、なんかその前のパートナーの名前とかも出てたりすることあるじゃないですか。めっちゃそっちいそうになった今。うん、第2問です。はい、平山綾さん。え、平山綾さんってそうだったっけ。そう、え、その芸能人同士でしたっけ。そうです。はい、え、本当に、はい、結構話題のね、俳優さんでしょ。俳優さんだいや、待って待って、え、もこみちさんとかじゃないですよね。え、合ってる。正解です。わいや、なんかふわっと、私今マジで2人が繋がってなかったんですけど、はい、もこみちさんもなんか芸能人の気がする。すべてがやんわりした中で、うわ嬉しい。正解です。もことキッチン。確かに、でもあんまりこの夫婦ですごい仕事をされてその番組に出てるイメージがない、うん、ないないない。2019年に8月8日に結婚発表。でかい祭り呼んじゃう。呼んじゃう出ないだろ。鶴木さんとね同じ。そうだ、鶴木さんと鶴木さん犬山さんと同じ結婚記念日。ちょっと呼んでみますか。モコズキッチンのオープニングめっちゃ好きなんですよ。トン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 って何かを切って、そのザってその材料を避けると、そのまな板にモコズキッチンでロゴが出てるんですけど、その切った食材を切ったそのなんかその先からなんか捨ててるっていう。わかります。トン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 ザっていう捨てたって毎回思って。あ、大好き。こっちに受けるやつある。受けるやつあると思う。あると思います。第3問です。これも簡単ですね。超有名。はい、桐谷美玲さん。あ、待って、やばい。あの、出てるんです、顔は。で、あの、私めっちゃ好きなドラマの中で結婚したんですよ。あ、そうか。そう、そうか。好きな人がいることでしょ？っていうドラマでお付き合い始まってない？好きな人がいることの、好きな人がいることで、そう、そうだ。で結ばれてない側なんですよ、しかも。うわあ、待って、めっちゃ顔出てる。顔出てる、顔出てる。
なんかそのいろんな歌手の名前とかいろんなのが混ざってきて、この名前で合ってるっていう不安になってるんですよ。三浦翔平さん。正解です。あ、分かった。すごい、はい、超失礼。正解ですすごい、すごい。本当に知ってるんですパッと出てこなかっただけなんです。なんかビッグカップルでしたね、うん、びっくりした。話題になりましたよね。めっちゃドラマ見てたもん。だってもうすごいザ・月9でさ、主人公のその桐谷美玲さんが夜中頑張ってなんか特訓みたいなしてると、なんか本当にちょっと小高いところから王子様キャラの三浦翔平さんが何やってんのみたいなめっちゃ好きだったの。三浦翔平さんね、キャラがね、そういうキャラも多い。そうそう、僕あのあれも大好きだった、あの M。 ああ、そうだ、 M もそうじゃん。めっちゃ思ってたよね。当時有吉反省会、私レギュラーで出てたの裏番組見てたんですよ許せない反省会もちゃんと見てた。見てたよしよし、あー意外に分かってる。よしよし、すごい。次の問題です。小田切丈さん。あー、え、あれ木村カエラさんは違うわ。違う、瑛太さんだ。そうです、そうだ。私だってツタヤで見たんだもん昔。夫婦のですか、うん、そう。え、めっちゃいいな。でもその一緒にいるとこじゃない、なんかバラバラで見て、あ、なんか一緒に来てたんだって思うそう、待って待って、小田切丈さんってそうでしたっけ。そうでしたっけ。はい。え、でもね、お似合いって思った記憶ある。お似合いですね。なんかその、二人とも雰囲気あるみたいな。うんうん、2008年に結婚してます。2008年、ギリギリ見えるんじゃない。あー、な、出てきそう。気持ち悪い、出てきそうめっちゃこれ出た方が絶対アハ体験になる。それが聞くより。待って、なんかモデルもされてる系だ、きっと。とても目力がある。とても目力がある。これで出んのこれ。あ、待って、なんかね、すごいなんか超能力者みたい、自分が。なんかぼんやり文字が出てくる。あって。あんま、すんなり読めないですよね。お、はい。そうですよね。すごい。まずい。あの、なんかね、柴咲コウさんではないんですよ。でも、そんな感じ。その、お顔の雰囲気とか。うん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 。なんか、メイクのとか。そうそう、あのね、似た人の顔はすごい出てくる。中村美優さんとか、元グルメイドの、うんうん。そっち系のお顔立ちですよね。あ、あ、柏さん。すごい、降りてきた。降りてきた、急にカタカナでこれそう、その初めて見た時の記憶とかが降りてきた。ザ・テレビジョンとかで子供の時にこの人の名前なんて読むんだろうって思った時の記憶が降りてきた、はいはいはい、あー、ごめんでした。じゃあ次の問題です。いや、この問題でもビッグカップル話題になりましたね、うん、ニュースに。玉木宏さん、うん、うわぁ、玉木宏さんも私ね、下北で見たことある。ヒョウ柄の服着てた。うわぁ、すごいニュースになりましたね。いやこれもめちゃくちゃいいってなりましたね、うんうん、なんかみんな、え、お相手も俳優さんですよね。なんかそれはすごい覚えてるな。なんかね、みんながお祝いしてるのがほっこりだったんですよね、この時。お祝い、え、でもだって上野樹里さんじゃないですよね。それ野だめすぎますよね。それ野だめすぎますよね。あの、あれですね。え、もうダメだ。上野樹里さんしか浮かんでこない。そのみんなの結婚人とはどっちかというとお相手の方のこういう関係、なんかすごいほっこり、そうなんだ。多い場合が多かったな。なんでなんだろう、うん、お友達が多い方ってこと、うん、そのなんかデカミさんで言うとアキトさんとかの、うん、とかそのどんぐりたけしさんとかの、うん、
こう結構印象的な結婚おめでとう的なやつあったじゃないですか、はいはい、なんかあれに近いニュアンスのものかな。え、何それ、合ってる例え。え、合ってますよね。いや、うん、合ってる。うれ、嬉しかったです、勝手になんか、うん、そう、大ヒント、ムロツヨシさんがお祝いのコメント、晴れた夏の今日から紫が手玉に取ったその日が幸せをもたらすであろう、どうかこれが私のくだらない呪文のおかげであることを気づかれませんように、うむ。2018年6月29日メレブと、ムロツヨシさんがお祝い。あ、メレブ、でもドラマ見てないと全然わかんないわ。正解、木南晴香さん。そうだ、今のあの勇者よしひこっすね。はぁ、あー、そういうことか、うんうん、見てなかった。あー、それはでも難しい、全然見てなかった。うわー、ちょっと全問正解したかったな。最後、やっぱドラマをほんと見ないんですよ、基本的に。ドラマ見ないとダメですね、ちゃんとね、いろんなもの見ないとね。すいません、勝手に名前出して思い出したり思い出したりすいませんでした。